はい、こんばんは。あんにょーん、2週間ぶりですね。はい、こんばんは。はい、こんばんは。はい、はい、こんばんは。久しぶりのライブで、そうですね、ずっと更新待ってました。日曜だもの、ありがとうございます。あー、アメちゃんもありがとう。もうすぐペンミですね。そうなんですよ、そうなんですよ、奥様。そうなんですよ、本当に。もうすぐね、私、ペンミということでね、ちょっと最近もう胸がドキドキしております。あ、普通に言っちゃった。日曜の楽しみ。あ、ありがとうございます。はい、そう言っていただけると嬉しいです。僕もこれすごい楽しみなんですよ。いろんなね、たくさんの方のコメントも見れるし、こうやってやりとりもできるし、お便りが何より面白いから。いや、僕もそれ楽しみなんですよね、いつも。あ、カップケーキもありがとう。ドキが胸もや、そう、そっちは痛かった。ありがとうございます。はい、こんばんは。はい、こんばんは。はい、いらっしゃい。勉強しながら、じゃあ、まあ、作業用にでも、ぜひとも、はい、ラジオ感覚でも構いませんので。はい、こんばんは。ということで、ですね、今日は2月の3日日曜日ですね、各種日曜日21時ぐらいから配信しております、悩める子羊たちお便り&お手紙コーナーでございます。第10夜です。10回目です。すごい。回数を重ねるごとに、だんだんとね、こう、形が固まってきましたね。はい、21時ぐらい、はい、そこはアバウトでお願いします。まあ、もう10回目なんですね。そうなんですよ、そうなんですよ、奥様、そうなんですよ。はい、ということでですね、前回からかな、前回からちょっと、まあ、一回やろうかなって言ったのがあれですね、最初に、まあ、雑談代わりに質問を3つ答えるってことですね。ということで、今日もじゃあ3つ質問に答えようと思います。どうぞ。どれを読もうかな。あ、パソコンで見た方がコメントすごいなんか見やすいですね。こう欄が広いから長く見れる。今日は販売員スタイル、いや、ローソンの店員でございます。でん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 。あれ、それファミマ。あ、ファミマか。ローソンの音ってなんだっけ、わかんない。あ、質問がいっぱい来た。なんだなんだ。次の髪の毛何色にする。あ、これはですね、ファンミに染め、ファンミの時にですね、実は染めようと思ってまして、その前日ぐらいにちょっと染めようと思ってて、もうお楽しみにということですね。あ、今来た方いらっしゃい、こんばんは。はい。そうですね。あとは、今起きて最初、今日起きて最初にしたことは、今日起きて最初にしたことはですね、事務手続きのお仕事でした。朝からメールがいっぱい来てたので、ちょっとそれをやってましたね。桃味のコーラ美味しいですか？桃味のコーラね、僕はでも好きですよ。なんかそんなに桃って感じはしなくて、フレーバーですかね、どっちかっつうと。なんか、匂いだけ桃みたいな。味は普通のコーラに近い感じでしたね。ジャガーアリゴ食べましたか？あ、まだですね。ちょっとそれね、それちょっと僕今動画でね、一個考えてる企画があって、まあ、ここで言うとネタバレになっちゃうんですけど、普通のジャガーアリゴだともう、みんなやってるからちょっとあれかなと思って、僕はちょっとね、自分のチャンネルのスタイルに合わせた形でじゃがりこをやろうかなと思っております。はい、まあ多分モッパンになると思うんですが、はいはい。さあ、ということでですね、もう2月も入りましたね。早いな、もう2月か。わあ、もう平成最後の1月終わっちゃったよ。何でも平成最後。来週いっぱいはちょっと忙しいかもしれないですね。来週というか今週か。今週いっぱいはちょっと忙しいかもしれないです。はい。ファミの準備もあるんでね、いろいろと。あ、今日節分ですね、そういえば。恵方巻きね。
食べてないな、今日出てないな家から今日はずっとパソコンに向かってましたね。ということでですね、第10回目のお便り&お手紙コーナー、はい、前回ちょっと始まった瞬間に送ってくれたのは見れなかったので、それをちょっとねいくつか読みつつも、またねこの2週間の間に皆さんたくさん送ってくださったので、それをちょっと読んでいこうかなと思います。まずお一人目、ペンネームゆうさん、女性の方です。うちの夢は K-POP アイドルなんですが、最近 YouTuber になりたくて、でも簡単になれるものでは分かってます、なれるものではないことは分かってます、でも親とかなんて言っていいか分かりませんし、誰に相談するべきか分からないし、できたとしても編集できるかどうか心配です。アドバイスください。いやー、これはね、アドバイスか、まあ、K-POP アイドルにもなりたくて YouTuber にもなりたいのかまあ、どちらにせよ大変だと思います簡単に見えそうで簡単じゃないんですよ、実はどれもだから多分相当努力っていうか時間はかけないといけないんですが、できたとしても編集できるかどうか、編集はね、もう何回も動画作って学ぶしかないですね。こればかりはね、スクールがあるわけじゃないので、あ、でも最近あるのかな、 YouTuber スクールみたいな、なんかそういう塾があるってのを聞いた気がする。なんかそういう授業をやっている人もいるらしいですね、編集をこうなんか学ばさせる編集をこうできるようにさせる塾みたいなのがあるらしいですよ、最近。そういうね、授業でお金を儲けようとしてる人もいるのかと思って、なんかそういうのってきっと中高生でね、 YouTuber になりたい人はそういうの通わなきゃって思っちゃうかもしれないんですけど、いや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 時代だな、確かにそうですねすごいですよね。小学生か中学生が通ってるっていうのを聞いたことあります。そうなんだ。わお。ネットで調べたらいくつでも出てくる。そうなんですか。マジか。そんなにあるんだ。怖い世の中だ。僕は子供の頃習い事は、ピアノを2ヶ月でやめたのと、あとはテコンドーを2年ぐらいやってて、あとは普通に塾でしたね。はい。ピアノ2ヶ月でやめたっていうか、やめさせられたっていう方が正しいですね。ピアノ行ってきますって家出て、友達ん家行って遊んでたら、もう親にボコボコにされて、二度と行かせないって言われて終わりました。はい、出した。はい、それでは次の質問じゃない、お便り読んでいきます。1個短いの読んでいこうかな。あ、そんな短くもなかった、ペンネームさーちゃんさん、女性の方です。私は16歳差の妹がいます。16歳差、私は18歳で妹は2歳です。もう娘やん何も予定がない時は私も母と一緒にお世話をしています。もうとても可愛くて愛おしくて幸せですが、子育てについて神経質になりすぎてしまいます。はあはあはあ、もう子育てっていう感覚になってるんだね、すごいな。母にとって妹は2人目でも、私にとっては妹ではなく一人目の子供のような感覚なんです。ああ、そういうことか。お母さんがちょっとあれなのか、もう二人目の子供だからってんで、こうちょっとあれなのかな、気楽な感じなのかな。
だから少しの母の行動にイライラしてしまいます。例えば妹の面倒を見ないで寝ている、携帯ばかり見ている、自分のことを優先して妹のことを後回しにするなどです。ほう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 。でも母も頑張っているも母も頑張っていることも分かっているから、何か言われそうで怖くて私の気持ちをなかなか伝えることができません。もうちょっと広い心で妹との生活を楽しみたいのに考えすぎて悩んじゃいます。長くなってしまえてすみません。はあ、そうかそうか。16歳差か。でも偉いね。18歳で子育てをしているってのがすごいな。むしろね、お母さんのその面倒を見ていないところに対して神経質になっちゃうぐらいこう真剣なんだね。いや、すごいな。わあ、すごい。でもこれなんか特になんか何をどうこうっていうわけでなさそうで、多分話を聞いてほしかったのかな。うんうん。まあ、ああ、そっか。母はね、きっともう知り尽くしてるよね。お母さんは多分知り尽くしてるから何も思わないんじゃないのかな。もうこういう行動はもうこういうことだってのはもう知り尽くしてるからってのもあるかもしんないね、もしかしたら。へえ、すごいな。16歳さ。続きまして、ペンネーム、お、そのままだ。悩める子羊さん、女性の方です。ヒョクさん、こんばんは。私は今中学3年生です。高校はもう決まりました。あ、おめでとう、おめでとう。その学校は調理の専門学校です。おー、調理ってことは料理が好きなのかな。しかし私は将来調理の仕事に就きたいとはあまり思っていません。おー、料理に興味がある程度です。そして私には将来やってみたいことがあります。でもそのことは正直に言ってそんなの無理って言われてしまうような難しいものです。私もそのことを理解しています。だからどうしても自分でも無理だろうなと思ってしまって自分の本当の夢から逃げています。でもそんな自分も嫌で毎日毎日自分が嫌いになっていきます。やりたいことは確実なのにそれから逃げちゃうんです。自分を好きになるのはどうすればいいんでしょうか。ヒョクさんは自分のことが好きですか。すごく今怖いです。うんうん。まあその下はあれですね、はい、いつも元気もらってます、本当にありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。うーん、夢があるってある人ってすごいっていうコメントもあったんですけど、でも本当にその通りだと思うんですよ。夢があるっていうだけでも大きな一歩だと思うし、でも分かるな、ついついね目を背けたくなっちゃいますよね、難しい道だであればあるほど。いやー、で、自分を好きになるのはどうすればいいですか。自分を好きになる、僕もそんなそんなに僕も自分のこと大好きではないんですが、まあ多少はでも自分を好きじゃないとあれですよね、その自信が持てないと思うんですよ、何事も。例えば料理だったら、私は料理が好きで、あ、料理がちょっと得意なのかなっていうぐらい、ちょっとね、自信過剰じゃないけど、ちょっとでも自分にね自信を持っているというふうにも暗示をかける、うん、のは結構必要だと思いますね。自信がないのであればあるほどね。僕は自分のことを、まあ、多少は好きです。大好きではないけど多少は好きです。自分で生まれてよかったなって思います、はい。うんうん、多少はね、うん、まあいろいろコンプレックスはありますよ、僕も。でもそういうのをまあ含めた上で自分をちょっと好きになることは夢に向かっていけるんじゃないかな。あー、テテビありがとう、かわいい。
多少わらわらわらって何何なんかなんかある コンプレックスね、自分のいいところも悪いところも自分だから大丈夫、大好きになろうと、うんうん、そうですね、そうですね、自信を持つのって難しいですよね。自信を持つことは、まあ一種の楽観視じゃないけど、ちょっと物事を簡単に考えると自信が持てます。結構複雑な物事がいっぱいあるけど、その中でもちょっとでもこうなんかまあどうにかなるだろうじゃないけど、そういう風に考えてみると意外と意外となんか自信持てたりしますよはい、まあ、そうじゃないとやっていけないような世の中だからね次いきます。実はもうある程度読むものはね、ちょっと印をつけてあるんですよ。で次これねこれ僕読んでてめっちゃ笑っちゃったんですけど、ペンネームアゲイン楽しみにしている系スマイラーさん、はいですねヒョク君アンニョンアンニョン、いつも楽しく動画見ています、ありがとうございます。ヒョク君に悲しいお知らせが、てんてんてん、ヒョク君のファン見すごく行きたかったんだけど用事が入っていけないことになってしまいました。あらヒョクくん、めちゃめちゃ悲しいです。アゲイン生で聴きたかった、ダンスパフォーマンス生で見たかった、てんてんてん、悲しすぎて友達と何とかしていけないか作戦を練っています。お、じゃあまだ可能性はあるのかなはい、今回会えなくても次回は絶対会いに行くんで、ヒョクくん絶対待っててくださいね。わかりました、ありがとうね。質問は私は日日韓ハーフの彼氏がいるのですが、ヒョク君のファンでいることを嫌がるんです。おう。そりゃヒョク君と彼氏を比べたらヒョク君の方がずっと昔から知ってて、努力家で優しくてかっこよくてダンスもできて面白くて笑顔が素敵で大好きなんです。ヒョク君のこと否定されたらイライラするし、スマイラやめたら生きていけませんっていうかやめられません。ヒョク君と彼氏どっちが好きって聞かれたら1,100,000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 ,100,
最近はひょくくんが彼氏だったらいいのになとすごくすごく思います。ひょくくんは有名人なんで夢のまた夢ですけどね、わら。長々と書いてしまったんですが、これからも応援しています。ファン見楽しんでください。当たったスマイラーさんもたくさん楽しんでください。これからも動画を楽しみに待っています。ひょくくんさらげー、ありがとうございます。ですねいやそのどっちが好きって聞かれたら10億%僕を選ぶって、それまずい喧嘩になりますよ、彼氏さんと。うん、彼氏が推しに嫉妬して喧嘩して別れた人がいましたって。そんな別れるべきでしょうかって。いや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 、そんなことは、だってね、付き合ってるってことはね、いい面があるからこそだと思うので、その方のね、いいところを忘れずに、はい、決して比べてはいけません。まあ僕がその彼氏さんに勝てる自信はないんですけど、全然ね、その方がきっと今ね、そのアゲインを楽しみにしているケスマイラさんを一番ね、誰よりも好きでいてくれてる人なんですから、その方を大事にしつつ、はい、ね、スマイラでいてくれると嬉しいですね。まあこれ難しいな。僕はなんて答えたらいいんだ。比べることは間違っている。彼氏さんには、うん、
まあね、でもその彼氏さんも相当いい人だと思いますけどね。まあ、嫉妬は誰しもあると思いますよ、絶対。うんうん。まあ、それをね、プライベート、その二人の関係上まで持ち込まないようにした方が彼氏さんも喜ぶんじゃないかなっていう感じですね。はい。現場からは以上です。わー、すごいな。次は、あ、これもね、ちょっと難しいあれだったな。ペンネーム、スマイラーポーちゃんさん、女性の方です。大好きなひょこっぱ、あにわせよ。あにわせよ。恋の悩みです、てんてんてん。わ、恋愛質問が多いですね。昔、配信アプリで知り合った、K-POP が好き同士で同い年の男性がいます。ほうほう。関東と関西で離れていますし、お互いに会ったこともありません。しばらく経ってから彼と LINE で、ほぼ毎日トークをするようになりました。彼はとても優しくて、辛い時に応援してくれたり、一緒にどこどこ行こうと言ってくれたりします。それはただの友達としてなのか、それとも気になっているからなのか、彼がどういう思いで毎日話してくれているのか、すごく気になっています。青春だね。好意を持たれていないとしたら、こんな毎日話してくれるのだろうか、私と同じ気持ちなのだろうか、思いを伝えるなら、直接何度か会ってからがいいだろうし、もし思いを伝えるとしても、断られたり、その後が怖く不安で、そんなことばかり考えてしてしまいますが、恥ずかしいし勇気もなく、彼の気持ちを全く聞き出せません。この友達以上恋人未満のような関係をどうすればいいのでしょうか。ひょこぽだったらこんな時どうしますか。アドバイスください。すごいな、なんか、だんだんお悩みコーナーが、もう僕、千人みたいですね。なんか、もうなんか、お悩みの内容がもう僕を、なんかもう、何でも答えられる千人だと思われてるのか。いや、難しいわ。ちょっと考えさせて。恥ずかしい勇気もなく、キャンキャンキャン、巻き取り切れません。オーパーだったら、この時どうしますか？でも、その方も気があるからじゃないのかな。でも、もしそれで付き合うってなっても遠距離だよね。うん。仙人様やめやめ仏様って呼ぶな。あかんあかん。いや、付き合ったら付き合っ、まあ、多分僕はその男の人は好意があるからだと思いますよ、少なからず。じゃないとそんなね、毎日 LINE したりはしないんじゃないかな。友達以上恋人未満の関係をね、どうするべきか。まあ、ちょっとテクニックが必要なのかもしれないけど、なんかうまいこと誘導してみたらどうですか？なんか、実はどう思ってるのか。あ、でも聞き出せないのか。勇気がなくてって書いてあるから。なんだろう。駆け引きみたいなのをする？駆け引きみたいなのする押してダメなら引いてみる大好きってありがとう。大変だー、なんか孫悟空みたいに、大変だ、ほら、わからないぞ駆け引きっちゃう。そうですね、もうそうするしか相手の気持ちを聞き出せないですよね。相手も多分ちょっとあれですよね、こう多分恋愛に対してあれなのかな、奥手なのかな、なんかそんな気がしますよね、文章読んだ感じだと。男の方も、まあ、そんな方だったら余計ね、ちょっとこう聞き出そうとすると逆にね、あってこう縮小しちゃうかもしれないんで、うん、一回わざと弾いてみるのもありかもしれないですね。
はい。です。次はですね、ペンネーム年末年始に調子乗って推しに3万使っちゃったさん、女性の方ですね。ひょこぱこんばんは。はい、こんばんは。前回はお便り読んでくださってありがとうございました。あ、こちらこそ。リアルタイムで見てて泣いてました。ありがとう。金曜日に病院実習がとりあえず終わりましたが、寝不足の日々が続いてました。シャイニーとアイズワンとヒョコッパの動画を見ながら頑張るとか言ってましたが、毎日日誌日誌日誌課題課題課題事前学習事前学習事前学習の日々でした。2時間も寝れずに、もう病院に行った日も、うわぁ大変だな看護師って。2週間行ってみましたが、やっぱりなんで看護師になりたいかがわからないですし、こんな看護師になりたいっていう像も見えてきませんでした。正直今の学校を辞めた方がいいんじゃないかとずっと思っています。今の学校を辞めてまた新しい夢に向かった方がいいと思いますか？この職業についてみたいっていうのはほとんど決まってます。この新しい夢に向かった方がいいと思いますか？おうおうおう。いや大変だな、2時間も寝れずにって僕よりも過酷ですね。お疲れ様。あ、電池がない。まずいぞ。まずいぞ。充電してないから、やばいかもしれない。これは YouTube で上げられないかもしれない。底辺だ。底辺だ。お、ちょっと流行らさんといて。底辺だ、流行らさんといて。ほら、みんなが流行らそうとするから、もうリップついちゃったやん。もうピンク、うっすらピンク、もうメガネの上にピンクって、もう。いや、でも僕はその、この職業についてみたいっていう夢がもう決まっているんだったら、挑戦してもいいと思いますよ。自分でやりきってみたって思ってるなら、もう、僕は次の段階に行ってもいいと思います。はい。まあ、ただ資格はね、取っといてもいいかなとも思います。反面ね。資格を取っといて、万が一のためにね、万が一のために資格を取っておいて、その他の夢を目指してみるのもありかなとは思いますが、まあいろいろ問題ありますよね。きっと学校のね、授業料とかお金の問題とかもいろいろあると思うし、難しいとは思うけど、やめてまた新しい夢に向かうっていうのは結構リスキーだけど、まあでも今のご時世ね、何でもどうにかなるからね。っていうとちょっとあまり無責任って思われちゃうから、今のはカットして生放送ですね。はい。いや、どうだろうな。もし僕が親だったら、せめて資格取ってからでもいいんじゃないって言うと思います。多分ね。でも、同じように夢を追いかける立場としては、僕はその、もう決まってるんだったらそっちに向かいたいですね。まあ、あとは決めるのは本人ですね。じゃないと、後から悔いが残っちゃうと思うので。ですね。はい。いや、いいこと言ったんじゃないかな。ですね。次はじゃあちょっと男性の方読もうかな。ペンネーム。あ、これか。あ、これすごい面白かったな。ペンネーム。人生とコーヒーは苦いくらいがちょうどいいさんです。男性の方です。ひょこくん、こんにちは。こんにちは。高校2年生の人生とコーヒーは苦いくらいがちょうどいいです。わざと2回名乗らんでも大丈夫だよ。そう、今回ちょっとテーマをちょっといくつか募集したんですよ。いくつっていうか、テーマは理想の人生について、まあ、募集しまして、結構何十件か送ってくださったんですけども、その中の一つですね。高校2年生の男性の方ですね。僕の理想の人生は、青春を過ごし、将来大人になった時に、いい思い出話として話せるようになることです。しかし、
青春とは程遠い高校生活を送っています。それもそのはず、僕が通う高校は最近共学になったばかりで、それまではずっと女子校でした。ほー、今は全校生徒の9割が女子で、旗から見たらハーレムに見えるでしょう、うん、だと思うな。しかし現実は一クラスに男性はせいぜい 2,3 人で、肩身の狭い高校生活を送っています。おー、そっかそこで青春という二文字を真剣に考えてみましたちょっと待って、青春という二文字を真剣に考えてみました。理想の人生はどこ行ったんやここからはええ声で読んでください。わかりました。じゃあちょっと BGM も変えようか。ええ声で読むんで。はい。ではええ声で読みます。ええ声って言ってそんなええ声じゃないけど。青春とは嘘である。自分を偽り、自分を取り巻く環境の全てを肯定的に捉える。青春という二文字の前では、どんな一般的な解釈も意味をなさない。つまり、嘘も失敗も全てはただの甘酸っぱい思い出への踏み台に過ぎない。しかしこれは逆説的に考えると、青春っぽくない高校生活も青春と言えるのではないだろうか。しかし夢と希望に満ち溢れた高校生はそれを青春とは認めないであろう。ここで文頭で述べた内容と一致することが確認できる。そう、青春とは嘘であり、自分を取り巻く環境のみを肯定することである。私の青春はブラックコーヒーくらい苦いかもしれないが、それも味を占めると病みつきになるように。結論は、人生とコーヒーは苦いくらいがちょうどいい。ヒョク君、ファンミーいきます。いや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 、理想の人生どこ行ったんやい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 や、ちょっとちょっとあなた、すごい賢そうな文章すごいなフォーって内容が頭に入ってこない入ってこんってすごいな、なんか青春に対して論文書けそうなぐらいの内容ですね。青春とは嘘であり、自分を取り巻く環境のみを肯定することである。ほう、ほう、すごいな。すごいな。青春という二文字の前ではどんな一般的な解釈も意味をなさない。すごいな。高校生でこんなことを考えられるのか。君は頭いいな。君は頭いいな。すごいな。高校2年生でか。逆にちょっと将来心配だな。大丈夫かな、何か困ったら言ってねすごいな、最近の高校生はすごいな、なんか賢いなはい、ありがとうございます。特になんか別に質問があるわけではなさそうなんで、以上となりますはい、じゃあ次読ませていただきます。ペンネームイーヨーさん、ひょこっぱこんばんは。はい、こんばんは。前回の LINE ライブでお便りを読んでもらったものです。お、私の理想の人生は自分の好きなことを好きなようにやることです。おうおうおう、いいんじゃないかな。私はまだ中学生なのでバイトができなくて、親のお金を使ってオタ活をしています。お、親と仲良くないせいでグッズをねだることもできず、あまりグッズも買えなく、ライブも行ったことないし、あまりオタコツできていなくて、てんてんてん。今年から高校生なので、かっこ受かれば受かる受かる、バイトもできる。なのでたくさんオタコツをする予定です。ひょこっぱにも会いたいです。今まで我慢してきた分、自由に好きなことをしたいです。それが私の理想の人生です。韓国にも行きたいなと思っています。できることなら韓国留学をしてみたいです。語彙力なくてごめんなさい。最近とても寒いし、インフルエンザも流行っているので体調管理に気をつけてくださいね。
おうおうおう、ありがとうございます。てかみんなさ文章力すごいね、最近の中高生の子たちは。こうだってまあ中学生でこんな立派な文章書けるんでしょ。すごいすごいすごい。僕が中学生の時はまだひらがなのあとかいとか練習してたよ、中学1年生の時は日本来たばかりの時はすごいな。いやいやすごいな育ちがいいのか何なのか分かんないけどすごいな。あでもね高校入ったらバイトもできるしいろんなことできるっていう、あいいんじゃない。うんね、韓国留学もねいいと思うし、韓国に行くのはどうなんだろうな、高校生だったら親が許可してくれるのかな。でも高校生だけで海外旅行を許すお父さんがいるかな娘に対してすごいな韓国留学。バイト禁止もあるんだよ。ああそうだよね、高校によってはありますよね、確かに、うん、大好きってありがとう未成年は親の承認、あそっかそうですよね。私の友達結構行ってるよ。ええー、高校生でってことですか。ペンネームヌンさん、女性の方です。こんにちは、こんばんは。はいこんばんは。いつも動画楽しく拝見させていただいています。ありがとうございます。早速ですが、私の理想の人生はコンサートの照明スタッフさんになって、いろいろなコンサート会場でたくさんの方々に感動を与えることです。うわーすごい、しっかりした理想の人生。私は音楽が好きな両親の影響から一緒にコンサートに行く機会が多く、ほうほうほう、コンサートという会場が大好きな場所になりました。そして私は来年から専門的に勉強するために上京します。おお、好きなことを仕事にすることはとても大変だとは思いますが、私の理想の人生が実現できるように努力していきたいです。そしてきっかけをくれた両親に感謝し、少しずつかもしれませんが親孝行をしていきたいです。いや立派もうそれに尽きる、立派すごいな。親が音楽が好きで、その影響を受けてコンサートの会場が好きで、そこで一つ夢を見つけたんだね、照明スタッフさんになるっていう。すごい、拍手、すごいすごいな、立派やな。はあ、僕がもし高校生の時そこまで深くは考えなかったな。いやーすごいな。あでも高校生かは分かんないか、特に何も書いて、あでも専門的な勉強か。続きまして、ペンネームマキロンさん、女性の方です。これ普通のお便りですね。ヒョクさんこんばんは。はいこんばんは。いつも動画見させてもらってます。私は看護学生です。意外と僕の視聴者さんって看護学生さん多いのかな。なんか結構見る気がするな。2週間後に看護師国家試験を受けます。おお。勉強の毎日で日にちが近づくにつれてどんなに勉強しても不安でいっぱいになります。ヒョクさんからの応援のお言葉が欲しいです。勝手なお願いですみませんが、読んでくださってありがとうございます。これからも応援しています。お体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。いやーファイティンもうね、2週間後かもうすぐだよ、すぐやんすぐだね。うんうんうん、痛い痛い痛い。いやきっと大丈夫、きっと大丈夫、うん、あなたならきっと大丈夫。頑張って、きっと勝つ。あ、皆さんも応援してくれてますね。あとは、始まる直前に送ってくださった方ですね。ペンネーム、ポポポポさん。こんばんは。はい、こんばんは。いつも LINE ライブと動画楽しみにしながら見ています。ありがとうございます。忙しい毎日の中でヒョク君はとっても癒しです。ありがとうございます。質問というか相談というか、一つ聞いてほしい話があります。私は今大学3年生でこれから就活が始まります。おお。私は
デザイン系に就職したくて、今一生懸命デザインに力を入れて、作品集、括弧ポートフォリオ、あ、聞いたことある、を作っています。作品集に入れたいデザインがまだ作り終わってなかったり、企業や個人から依頼されたロゴデザイン、グラフィックデザインを作ったり、日々忙しく過ごしています。え、大学生でそんな企業から依頼されるのすごいな。バイトが夜に終わって、そこから家に帰って0時過ぎで、そこから朝6時まで作品作りをして3時間寝てみたいな生活を繰り返しています。あ、なんか昔の僕みたい。まだ練習生だった頃の僕みたい。そんな私には彼氏がいます。その彼氏は公務員で、あ、もう就職してるんですね。準公務員みたいな安定した職種に就きたいみたいで、あ、違う。ごめんなさい。その彼氏は公務員、もしくは準公務員みたいな安定した職業に就きたいみたいで、多分彼氏さんも大学生なんでしょうね。なおかつバイトもしていません。私とは正反対の職種、状況です。それで私は価値観の違いや私自身が頑張ってやってることを応援されなかったり、少し悲しいです。あー、そっか。これはもう別れるべきなのかなとも思います。私の理想の人生は仕事バリバリ。好きなこと仕事にしたいって感じなので、理解がないのはどうなんだろうと思います。ひょくくんならどうしますか？別れますか？それとも他に解決策を取りますか？長くなってしまってすみません。ひょくくんみたいな男性側からの意見が聞きたくて、てんてんてん。毎日作業するときにひょくくんの動画を流しながら頑張っています。ありがとうございます。寒さも厳しいのでお体に気をつけて過ごしてくださいね。ひょくくん本当に大好きです。かっこ初めてこういう推しメンになったのがひょくくんで本当に良かったです。応援しています。ありがとうございます。いや、嬉しい。最後の一言。そうか。いや、でも僕も、そのね、この、ポポポポさんと同じような状況ばっかりだったんで、もしね、その自分と、まあその彼氏じゃなくたとしても、もし自分の妹が、あ、でも妹正反対だったな僕とは、うん、あ、いや、で、あいつも頑張ってたな。急に妹の急に妹のことを褒め出す。僕もでも同じような状況でした。本当に朝から夕方ぐらいまで仕事行って、その後そのまま事務所の、あのスタジオ練習室行って、自主練やって、深夜に実はあの先生がいるんですよ、ダンスの。その深夜用の先生もいて、その深夜用の先生がレッスンを教わって、朝の始発で家帰ってきて、まあ、2、3時間寝て、また仕事行ってっていうのを結構1年近くやってたんですね。それで僕はちょっと体を壊しました。だから、今そのポポポポさんもそれはまずいです。あの、体壊します。僕は胃に穴開きました。で、それで2週間ぐらい入院して、点滴しかダメで、水すら飲んじゃいけない状態だったんで、それを一回僕は経験したからこそ、ちょっと思うんですけど、良くないです、それは。あの、睡眠は大事です。今の僕が言える立場ではないんですけど、あの、本当に、ちゃんと、こう、なんだろうな、人間らしい生活もしつつじゃないと、体壊しちゃうので、まあでも、バイトしないと多分生活費とかもあるんだろうな、きっと。でも、ちょっとわかるな、僕も大学の友達がそんな感じだったんですよ。僕も、生活費全部自分で賄ってたんですよ。仕送りとか一切なかったので、大学の授業料も自分で払って、奨学金とバイト代だけで、なんとか生活費、授業料とか全部やりくりしてて、一見、その僕と仲いい大学の友達は、もう家賃も親が払ってて、授業料も払ってもらってて、仕送りももらってて、バイトもせず、ね、好き放題もうね、生協、大学の生協行ったらもう好きなもんいっぱい買って、ね、あの、休み時間のたびにいっぱい食べてて、僕はもう値段見ながらちょっと選んでたりしてて、そんな感じで、結構僕は、あ、別になんか、その友達は嫌いではなかったけど、羨ましかったですね。羨ましかったな。
なんかそういう生活がすごいただただ羨ましかったですね。なんか畜生とかは思わなかったです。別になんかそれはその人の人生であって僕は僕の人生だから。でもこの感じだと、あーどうなんだろう、その彼氏さんがもしポポポポさんのやっていることを否定しちゃったら問題ですねそれはいよいよ多分価値観が違ってくるのかもしれないけど、価値観が違うっていうか多分その彼氏さんは経験がないだけだと思うんですよ、そういう状況を。だからそういうまあ一種の寛大な気持ちじゃないけど、あ君はまだまだだなぐらいのぐらいで思ってもいいんじゃないかな。ね、多分価値観が違うというより経験をしたことがあるかないかの違いだと思うので、うん、まあ、そこはね、おおらかに、もう今は自分のやることに集中しましょう。ね、就活生だし、はい、ファイティング。はい、就活終わったらぜひとも会いに来てください。待ってます。ありがとうございます。じゃあラスト1個読んで終わりますかね。最後じゃあちょっと短いのいく読もうかな。ペンネームゆみこっちさん、ひょくくんこんばんは。はいこんばんは。私の理想の人生は人生最後の時にいろいろあったけど幸せだったなーって思えるような人生です。そのよう、そう思うようになってからは幸せを感じる時間を増やしたいためにネガティブなことはあまり考えなくなり毎日楽しいです。うお、パーフェクト今はひょくくんのペンミンに向けて一緒に行く友達とお揃いアイテムを作って楽しく過ごしています。あ、来てくださるんですね、ありがとうございます。ひょくくん楽しい時間をありがとう。いやいやいや、そんなこちらこそ本当にありがとうございます。嬉しい限りですね。すごい、いや、いいな、僕もそれちょっと見習おういろいろあったけど幸せだったなーって思えるような人生にね、僕もなるように、ネガティブなことを考えないようにしなきゃですね。いや、それ大事ですね。ちょっとネガティブになる時あるじゃないですか、なんか生活していくとやっぱ浮き沈みって人生あるからそういう時にね、なるべく考えないように、何か僕もちょっとねプラスに考えるように頑張ります。うん、いや癖ってどこがなんか癖あった？もう一回いくよ。いろいろあったけど幸せだったな、何も癖ないやんはい、ということでですね、うんちょっと最近のこと言うと、僕ちょっとネガティブに考えたことがあったんですよ。あの全然そのペンミとは別のことなんですけど、その時にちょっと事務所のね、あのマネージャーの方に相談したら、すごい励ましっていうか、こう、喝を入れられまして。もうそういう存在です。僕にとってマネージャーは。はい。まあ、そんな感じで、まあ、誰かにね、話すっていうのも結構大事ですよね。うんうん。はい。ということで、今日もですね、たくさんの方、1000人以上の方、来てくださりありがとうございます。次回は今日が2月の3日ってことは、次は2月の17ですね。ペンミ終わった後ですね。終わって日曜日ですね。2月の17日の、日曜日21時ぐらいから始めます。はい。皆さん予定開けといてください。あー、ありがとう。わ、チョコだもうバレンタインチョコもらった。ありがとうございます。はい。いやー、11楽しみだな。本当に楽しみですよ。僕、不安が一切ないんですよ、今。なんでやろ。不安と楽しみしかない。なんか、早く会いたいっていうのが、いっぱいですね。ということで、今日もじゃあ最後にスマイル100人いるかな、やっていきます。はい。バレンタインチョコありがとうございます。それでは今日もまた読んでいきます。トン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 、それではいきます。ドゥー
だだん。74位かえでさん。74位めっちゃおる。おかめさん、あやなさん、あやさん、きりかさん。あ、違う、さん付けしない方がいいって言ってたんだ。かえで、おかめ、あやの、あや、きりか、なな、さえ、あいこ、ふらわ、まいか、さちこ、こうと、ももぴ、ぶんた、あやか、えじりん、の、のなか、かおりん、ゆみこ、みん、ゆう、みんみ、あかん、じゃい、えむ、ふみ、かのん。うぅ、57位からですね。ふみさん、ふみ、かのん。あゆあゆ、いおり、みっき、ほほ、ぽくみっき。くるみ、なっちょん、なつき、ふうか、おんりゆー。キャシー、マリー、ななめい、キャベツにお塩、ちょっと思うことがある。その、居酒屋で、お通しで出てくるキャベツ、あれだけで3、400円はちょっと高い。はい。消化かな？くくみ、あおい、わかな、にこ。萌え、わあさん、はあな、よしえ、りょうこ、はな、ありりん、なぎ、ひろみ、りっちゃん、あかねん、JVJ、みーおん、はっぴー、くりこさな、ゆうウィン、みーほ、よみこちあやみ、ゆいみ、へ、かな、まゆな、のひょく、のライフ、ぽっ、ポッポーマユメイケホニーシーチキン MKK スマイラミホップスズナコにあやまちゃむかなピー花花って名前何回出てくるねんでも全部違う人んリンリンサランネネタンチズルポテト同盟どういうことジュンジュンウユユンピチアズサピョンセンヒョッペンアズサダブルユマ KMKM トメトメ3位です。まーちゃん2位です。ワンスズさん1位です。ありがとうございました。はい、ということで、今回もですね、たくさんの方々、来ていただきありがとうございました。はい、それでは、明日からお仕事の方も、まだ学校ある方も、またまた1週間頑張りましょう。そしてもう1週間頑張って、また再来週の日曜日ね、あ、来週の月曜日はとりあえずファミ来れる方は、ぜひともそれまで風邪ひかないようにあと来る際はお足元を十分注意して来てください。それでは以上をもちまして第10回悩める子羊たちお便り&お手紙コーナー終わります。以上ひょくでした。おやすみなさーい。バイバーイ。